海上自衛隊が次期潜水艦に向けて動き出したようですね。今回はこの次期潜水艦の性能について見ていきたいと思います。試験ですが、このままリチウムイオン電池が採用されるとはなかなか考えにくいし、といって原子力推進以上の優れた第3のシステム果たして誕生するのかも気になるところです。超先行深度でも撃てる魚雷と艦隊はもはや最強と言える。リチウムイオン電池の小型化や固体化が進み、充電時間がかなり短い電池まで出てきている。もう燃えるとは言い難い性能まで来ている。周辺国の電池は燃えますけどね。言うまでもなく、二度も原子爆弾の被害を受けた日本。加えて2011年、平成23年3月11日の東日本大震災において、福島第一原発の事故なども経験させられた日本。このような悲惨な過去を持つ日本では、原子力による方式を導入するのはかなり難しいでしょう。確かに核融合に関するテクノロジーは今後はまだまだ開発は進むでしょうが、実際に採用というのは考えられないと思われます。では最近自動車関係のコマーシャルで盛んに煽っている水素エンジンはどうでしょうか。この方法もまだまだ課題がありそうです。あれこれと考え出すとキリがありませんね。海自では現在潜水艦隊の主力と位置づけている双流型12隻の建造が終わり、次世代の太平洋型の建造を進めています。この太平洋型のネームシップである太平波2020年10月14日に進水しました。引き続き2番艦は久芸も翌年2021年10月14日に進水させる予定と聞きます。これによって、間もなく、悲願の潜水艦隊22隻体制を成立させることになります。太平型には、短い充電時間で高出力かつ長時間発揮できる、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。この潜水艦自体も、最新型で、高性能な通常動力型潜水艦で、リチウムイオン電池の性能をフルに活用できるそうです。この潜水艦の名前ですが、日本人の食生活に長い間馴染んでいたクジラにちなんだものです。世界には捕鯨は残酷だ。動物愛護精神に反すると捕鯨を非難する国々の数が多いため、日本は商業捕鯨を禁止され、調査捕鯨を行っている状態です。この調査捕鯨に対しても、いろいろと文句をつける国や団体がありますが、そういった国が原爆を保有しているという、個人的には何とも、おまそれ的な事実もあるわけですね。太平洋型潜水艦とは別に、2019年、令和元年6月、幕張メッセで開催された MAST アジア2019で、三菱重工業が、次世代潜水艦モデルとして、独自で開発したコンセプトモデルを発表したことが、当時、大きな話題となりました。MAST アジア2019というイベントは、アジアにおける海洋や航空の安全保障の安定と防衛技術発展に寄与することを目的として、展示や論文発表を行ったり、シンポジウムを行うものです。三菱重工業の次期潜水艦のコンセプトモデルですが、海地が現在建造中のフリゲート艦 30FFM の統合コントロールシステムが採用されています。また、すべての情報を集めて、艦内の一つの巨大モニターに映し出すなど、省力化にもつながるもので、従来の潜水艦とは全く異なる
新しい次元の新コンセプトモデルと称されています。艦隊のデザインは、現行の双竜型、太鯨型と比べると、艦橋が小さくなって、水中抵抗が減るように設計されていますし、艦橋に設置されていた船舵は、船体前方に移動したので、ロシア潜水艦を連想させるデザインであります。しかし、話題になったのは、デザインではなく、推進方式に、ウォータージェット方式を採用したことでした。このウォータージェット推進というのは、艦外部から取り入れた水を、動力源によって動く高圧ポンプを使って、艦後方のノズルから噴出させて、推進力を得る仕組みということです。スクリュープロペラは、外部に露出させて、水中で直接回転する方式ですが、それと比べると、推進効率は劣りますが、高速航行時には適していると判断され、レジャー用水上オートバイやミサイル艇などの高速船に採用されています。ウォータージェット推進は、高速回転させるスクリューを、円形のカバーで覆って、艦内に収納することになるので、スクリュープロペラによって発生する騒音が生じないので、静粛性に優れていると言えましょう。ですから、静粛性を強く求められる潜水艦の推進装置としては、最適として広く着目されています。また、その他にもメリットが多く、ノズルを動かして噴射方向を変更することで、進行方向も変更できるということ、水の噴出量を微調整して、超微速で航行できることなどが挙げられます。この方式が潜水艦に採用された例は多いようです。少し紹介しますと、アメリカ海軍のシーウルフ級攻撃型原子力潜水艦、イギリス海軍トラファルガー級攻撃型原子力潜水艦などの他にも、ロシア海軍ボレー級戦略ミサイル原子力潜水艦などで採用されているそうです。しかし、物事には裏と表があります。メリットがあれば、デメリットもあるのです。ウォータージェット推進のメリットは前述の通りですが、ではデメリットは何でしょう？まず低速航行している時に方向が安定しない、操縦性が悪いと言われています。水流の推進方向を変えれば方向転換が可能となっているのに、上記で紹介した潜水艦すべてが今までのように舵を艦尾に取り付けている理由の一つはそれだろうと推測されています。舵は後方につけた方が効きやすいのでしょうね。もう一つには、動力エネルギーを推進力に変換する際、エネルギー効率がプロペラスクリュー方式に比べると劣っていること、特に低速域では燃費がかなり悪くなるという欠点があるそうです。艦船が加速するときは、水の抵抗が強いので、ノズルから少量の水を勢いよく噴射するよりも、大きなプロペラスクリューで、ゆっくり大量の水流を発生させた方が効率がいいそうです。静止の状態から目標スピードに達するまでは、機関出力をゆっくりと上げて加速させた方が燃費効率が良くなり、目標スピードへ到達する時間も早いと推定されているのです。仮に通常動力型潜水艦にウォータージェット推進を採用したら、水上ではディーゼル機関をフル稼働させたとしても、潜航中は蓄電池電力をすぐに消費してしまうのです。日本が採用しているリチウムイオン蓄電池がたとえ、どれほど高出力を発する電池としても、その例外ではありません。三菱重工業のモデルでは、原子力推進を想定していると推測されますが、日本の事情から判断すれば前述のように、原子力潜水艦保有の可能性はゼロに近いでしょう。
将来的にもっと高出力な燃料電池などが開発されたとしても、出力を発揮する時間にリミットがある以上、ウォータージェット推進をあえて採用する利点は少ないと思われます。さらに、日本が専守防衛を信条としている以上、海上自衛隊の潜水艦に求められる行動は、中国大陸から尖閣諸島などへ押し寄せる中国海軍艦艇やシーレーンを遮断しようとする水上艦艇、潜水艦への待ち伏せ攻撃です。先制攻撃は想定していません。つまり、海自の潜水艦には、潜航時の高速性能は必要ありません。スクリュープロペラによる推進効率低下も特に問題はないのです。源泉はエンジンである原子炉を止めることはできません。ということは、原子炉から発生する騒音も止まらないということです。海中に潜んでじっと敵を待ち伏せる立場なら、存在を可能な限り消す必要がありますね。そんな時、原子炉の音が敵のソナーに捉えられてしまったら、先制攻撃を受けるのは必至です。つまり、日本型の攻撃パターンにとっては、原子炉の音は邪魔なだけです。ということは、日本は源泉を保持する必要がないと断言してもいいでしょう。予算的にも、通常動力型潜水艦より、原子力潜水艦の方が、巨額の経費がかかることは明らかですし、この点でも、メリットがあると考えられます。以上のことから考えると、海自には、世界随一の静粛性を誇る、通常動力潜水艦があれば十分であり、あえて、ウォータージェット推進方式開発に、防衛予算を割り当てるよりも、大型潜水艦の取得に回した方が国益にかなうのではないでしょうか。